ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手31が27日、日本時間28日、敵地ブルージェイズ戦で36号、37号を放った写真、米国でも大人気打撃練習に向かう途中、女の子にサインを求められる大谷4回虫1塁で右腕ベリオスから右翼席へ36号ツーラン。 5回は申告敬遠で歩かされたが、7回2試1塁で右腕リチャーズから左翼席に37号ツーランを放った、試合中のこの日を含め、残り5試合でアリーグ本塁打大争いトップの44本塁打のエンゼルス、大谷に7本差、現実的には厳しい状況だが、昨季アリーグ新62本塁打の手法がハイペースで猛追している、今季は右足親指の人体断裂で約2ヶ月間の長期離脱を経験し、 この日で103試合目の出場、出場110試合未満で40号に到達すればメジャー史上初の快挙となる、ネット上では、ジャッジの2発に、ジャッジなら4試合で7発くらいマジで打ちそう、マジでジャッジは来る最後までわからんよ、ジャッジならひょっとしてと思ってしまう、大谷さん、逃げ切れるか、逃げ切って、残り4試合7本で大谷に追いつくって現実的ではないけど怖い、などタイトル争いにやきもきする声が上がった。